ちは。こんにちは。アダムさん、お元気ですか？はい、おかげさまで元気です。トフィクさんもお元気ですか？はい、私もたまで元気です。すいません。はい。ご家族はお元気ですか？私のお家族はおかげさまで元気です。あなたも？私の家族はおかげさまで元気です。そうですね。はい。トフィクさんの家族は何人いますか？私の家族は3人います。そうですね。誰と誰ですか？アダムさん。はい。ご家族は何人いますか？私の家族は5人います。そうですね。はい。家族はブルプスに住んでいます。はい。はい。ダトムさんは趣味は何ですか？私の趣味はバドミントンことです。そうですね。はい。バドミントンについてどう思いますか？バドミントンは面白いですね。そうですね。トピックさんの趣味は何ですか？私の趣味はサッカーです。サッカーですね。はい、1週間に何回サッカーを知っていますか？1週間に何回サッカーをしますか？そうですね。トフィクさんはブルブスから来ました？はい。ブルブスはどうですか？ブルブスはにぎやかで暑いです。そうですね。トフィクさんは何歳ですか？私は19歳です。そうですね。ブルプスは観光地がありますか？はい、あります。何の観光地がありますか？例えば、そうですね。カリゴは、にぎやかですか？はい、にぎやかです。でも、きれいなところです。きれいですね。はい。トピックさんはいつ、カリゴへ行きますか？去年、バリコへ行ったことがあります。そうですね。トフィクさんは彼女がいますか？はい、います。
彼女の名前は誰ですか？彼女の名前はコリジャ、コリジャです。コリジャですね。はい、コリジャさんは仕事ですか？学校ですか？コリジャさんは学校です。コリジャさんはどこに住んでいますか？コリジャさんは、そうですね。コリジャさんは何歳ですか？コリジャさんは、17歳です。17歳ですね。若いですね。若いです。はい。ブルブスに住んでいますね。はい、ブルブスに住んでいます。ブルブスの中に、はい、もう一度お願いします。ブルブスの中に何が有名ですか？ブルブスの中に塩辛い、卵塩辛いが有名です。卵塩辛いは味は塩辛いです。はい、美味しいですか？とても美味しかったですね。はい。もう一度お願いします。すいません。とっても卵塩辛いが好きです。あなたも？私も好きです。大好きです。トフィクさんはジャカルタへ行ったことがありますか？はい、私はジャカルタへ行ったことがあります。ジャカルタはどうですか？ジャカルタは月夜がね、かっこいいです。そしてビールやジルサやたくさんあります。そうですね。ジャカルタへ行く前に何をしますか？ジャカルタへ行く前に準備をします。そうですね。トフィクさんは日本語を、すみません、トフィクさんは今日本語を勉強していますか？はい、今私は日本語を勉強します。どうして日本語を勉強していますか？私は トフィクさんはいつ日本へ行きますか？来月日本へ行きます。来月ですね。誰と日本へ行きますか？
そう。はい。あなたは日本語を勉強しますか？はい、私は日本語を勉強しています。私は日本へ行きたいですね。でも、そうですね。わからないよ。でも、ウイルスコロナがありますね。はい。すいません。トフィクさんは、今、ブルブシン天気はどうですか？今、ブルブシンの天気は、曇りです。そうですね。ここは雨が降っています。はい。雨が降ると思います。はい。そう。どうもありがとうございました。じゃあまたねー。